ドレッド・チェッペリンはアメリカ合衆国のバンドでレッド・チェッペリンの楽曲をレゲエのスタイルで演奏し体重300ポンドに達するラスベガス時代のエルビス・ソックリさんが歌うという趣向で知られる。長年の活動の中でバンドはエルビス・プレスリー、ボブ・マーリー、ヤード・バーズの楽曲なども取り上げている。IRS レコードに所属していた時期には世界各地をツアーし 独自の、チェッペリンイナレゲースタイルを広めていた。ドレッド・チェッペリンの核となったベーシストのプット、モン、ドラマーのチーズ、ギタリストのジャー・ポール・ジョーは、カリフォルニア州パサデナ出身で、ザ・プライム・ムーバーズというバンドを組んでいた。ザ・プライム・ムーバーズは1986年にアイランド・レコードと契約し、イギリスでシングル、オン・ザ・トレイルとダーク・ウエスタン・ナイトがヒットした。 ダークウエスタンナイトではビッグカントリーのスチュアート・アダムソンがトレードマークのイーボー・ギターを披露しておりストロング・アズ・アイ・アムというマイケル・マン監督のスリラー映画ケージ・グラハム凍りついた欲望に使用された。1989年にザ・プライム・ムーバーズとしての活動が終わるとジャーポール・ジョーはドレッド・チェッペリンと名乗る新しいグループの結成を閃めいた。 もともと一緒だった3人に加え、新たなギタリストカールジャーと、体重300ポンドで、ラスベガス時代のエルビスのそっくりさんであるトーテルビスがメンバーとなった。バンドとトーテルビスが知り合いになったのは、トーテルビスが運転していた牛乳配達者がバンドの車に追突したのがきっかけだったとされている。ザ・プライム・ムーバーズ時代に長く、グラフィックアーティストとして関わっていた。 ブライアント・フェルナンデスも、コンガ奏者、エド・ツェッペリンとして、バンドに加わった。ドレッド・ツェッペリンとしての最初のレコーディングは、レッド・ツェッペリンのシングル曲、移民の歌と、その B 面曲で、アルバム未収録だった、ヘイヘイホワット・キャン・アイドを茶化したものであった。ジャー・ポール・ジョーとラスタリー・コール・モーンのプロデュースで制作された、このレコードは、 バンド自身のインディーレーベルのバードケージレコードから発売され、驚くほどの売り上げとなり、ラスタレインボー色である赤、緑、黄、青、白、透明の7インチ45回転版でサイプレスされた、ドレッド・ケッペリン初期のレコーディングや、最初のアルバム、ウンレッド・エドの大部分は、ラスタリー・コールモーンが専属エンジニアとして働いていた、ユーリズミックスのデイブ・スチュワートの自宅スタジオで、 レコーディングされた。移民の歌の成功の後、第2弾、シングル、胸一杯の愛を、ツアーテルビス、エーバッドトリップが、バードケージレコードからリリースされた。第3弾、字が来たりて、ウッドストックは、シングル版としては発売されなかったものの、シングルのコンピレーションとしてリリースされた、コムギブミヤダイネツェッペリンに収められた。この他、バードケージは、 ライブのカセットを出していたが、これは、ライブオンブルーベリーチーズケーキと名付けられた、ドレッドチェッペリンのファンクラブ会員にだけ購入できる、ものであった。1990年、ドレッドチェッペリンは、マイルスコープランド3世の IRS レコードと、契約を交わした。ファーストアルバム、ウンレッドエドは、レッドチェッペリン愛や、レッドチェッペリン2からのカバー曲が多いが、レッドチェッペリン4に収められた。 ブラックドックのカバーも入っている。当初のメンバーであったドラムのチーズは、レコーディングの直後にバンドから脱退した。公認ドラマーは、フレッシュ、チーズとなった。ウンレッドエドのリリース直前に、当初のメンバーであるパーカッションのエド・チェッペリンは、ウリ二つの双子の兄弟であるブルース・フェルナンデスと交代した。ウンレッドエドが驚くほどの成功を収めたのを受け、 ドレッド・ツェッペリンは1990年秋にツアーを3週間休んで2枚目のアルバム500万トーテルビス・ファンズ・キャント・ビー・ロングをレコーディングした。このアルバムにはお決まりのツェッペリン・イナレゲースタイルに加えボブ・マーリーのスター・イット・アップのカバーやオリジナル曲3曲も収録されている。これに続くアルバムとしてバンドはアルベルトと題するスターになろうとする。 ロック評論家についてのロックオペラを構想していたが、これは実現しなかった。計画は変更されて、ディスコ曲のカバー集である、It's Not Unusual が制作された。500万、トーテルビスファンズキャント BE ロングの発表後に、フレッシュ、チーズとエド・チェッペリンが脱退し、新アルバムのリハーサルの途中でトーテルビスもバンドをやめてしまった。このため、ベースのプットイコールマンが。 k イリー BIBB と名乗ってボーカルを務めた。It's Not Unusual にはゲストとしてスクリーミン・ i n g J. ホーキンスやランディバックマンも登場している。ディスコ音楽が大衆受けしなかったのか、人気のあったフロントマンのトーテルビスが去ったためか、It's Not Unusual の売り上げは全くの期待外れに終わった。バンドは IRS から契約を解除され事実上解散した。 バンド自身はそれまで知らなかったが、オーストラリアの人気ロックバンドインエクセスは、ドレット・チェッペリンのファンで、全米ツアーの前座を、ドレット・チェッペリンにやってほしいと依頼してきた。トーテルビスは、バンドに戻ることを説得され、レコーディング契約はせず、1993年5月8日に、カリフォルニア州サンタモニカの公演だけに、登場することになった。ドレット・チェッペリンはスタジオに戻り、 再びジャー・ポール・ジョーとラスタリー・コール・モーンのプロデュースによってアルバムホットスパイシー・ビーンバーガーを制作し、1993年にバード・ケージからリリースした。1994年を春、ドレッド・ツェッペリンはオリジナルビデオ映画ナショナル・ランプーンズ・ラスト・リゾートに登場し、クレジットタイトルの音楽を担当した。その直後にカール・ジャーとエド・ツェッペリンがバンドを脱退した。 プットイコール漫画、ベースからリードギターに変わり、新たにドラムのデイビッド・レイブン、ベースのダーフ・ノズナ、ハジ、コンガとケーキ付けのフェルナンデスを加えたドレッド・ツェッペリンはアルバムノー・コーター・パウンダーを録音した。ドレッド・ツェッペリンに残ったメンバーはイマーゴレコードと契約し、クラシックロックのカバーを集めたアルバムザ・ファン・セッションズをリリースした。このアルバムは ドレッド・チェッペリンにとって初めてレッド・チェッペリンの曲を取り上げていないカバー曲中心のアルバムであるが一曲だけゲイリー・プットマンの書いたブワックスも収められているダーフ・ノズ・ナ・ハジとフェルナンデスはこのレコーディングを最後にバンドを去りその後カール・ジャーとエド・チェッペリンが復帰したその後ドレッド・チェッペリンはクレオパトラレコードと契約し伝説的トロンボーン奏者 ロイド・エリオットの息子であるボブ・ナーリーこと、ハワード・エリオットのプロデュースにより、1999年にアルバム、デジャー・ブールをリリースした。この録音はーに、新しいカバーを付け、ディレット・エドとタイトルを変えて、クレオパトラから再発された。1995年、ドレット・チェッペリンは、キャッシュカウという、新しい制作会社を作り、ゲイリー・プットマンとグレッグ・トーテルが経営にあたり、 ザ・ファン・セッションズを制作した。キャッシュカウは1996年12月にライブアルバムフロントヤードバービーケを1997年11月にはオリジナル曲ばかりのアルバムスパムベイクをリリースした。これら3作はいずれもロバート・インコー・ワイヤがプロデュースしていた。スパムベイクはゲイリー・プットマンのオリジナル作品の傑作であると同時に 1960年代のエルビス・プレスリー映画の音楽をもじったものであった。キャッシュカウレコードからはいずれもボブ・ナーリーがプロデュースしたバンドにとって最初のクリスマス向けアルバムとなった2002年のプレゼンツや2004年のチキンリブスもリリースされ、さらには DVD 作品や長く忠実に支持してきたファンたちの熱望に応えて、 商品化されたブートレックショーの類もリリースされている。2008年バンドはアルバムバーコーダをリリースしたがこれをプロデュースしたのは長年メンバーであったスパイスことクリス・ボーリンだった。バーコーダのレコーディング中にカールジャーはグループを脱退した。ライブショーにおいてはスパイスがキーボードとパーカッションを演奏してカールジャーの抜けた穴を埋めた。 リードシンガーのトーテルビスは2005年5月27日アリゾナ州フェニックスのバンクワンボールパークでついに国歌、正常期をバンドのメンバーたちと共に歌う栄誉に良くした。実はこれより前の1992年にトーテルビスはミネソタツインズのゲームで国歌を歌うことになっていたのだがロザンヌバーの一件のような事態が懸念されてトーテルビスが国歌を歌う機会は 本番の2日前になってキャンセルされたのであった。ドレッド・チェッペリンはその後もツアーを続けており、編成はオリジナルメンバーであるバッドボーイとトーテル・ビス、長くメンバーであるスパイス、ボブ・ナーリー、ジギ・ー・ナーリー、チャーリー・ハジとなっている。プットマンはドレッド・チェッペリンのすべてのレコードに参加し、すべてのライブショーに出演した唯一のメンバーである。2009年にバンドは 結成20周年を迎えた。ありがとうございます。